和製ボブ・ディランと呼ばれ、シンガーソングライターや音楽プロデューサーとして活躍する吉田拓郎。かつてアンダーグラウンドな世界だった。日本のフォークロック界をメジャーに押し上げ、70年代フォークの第一人者と言われるようになったシンガーソングライターです。結婚しようよ、落葉旅の宿などのヒット曲を生み出しました。2000年には日経エンタテインメントが発表した。J-POP の歴史を作った100人において、J-POP の開祖と紹介されるなど、日本の音楽シーンを語るには欠かすことのできない大きな存在です。最初の妻四角恵子さんとは、結婚して1年も経たないうちに関係が冷め切り、浅田美代子さんと不倫交際していたという、吉田拓郎さんですが、浅田さんと結婚後も、また、別の女性との交際が報道されます。最初の妻四角恵子さんとの結婚2年後には浅田美代子さんと噂され、5年後には浅田さんと再婚した吉田さんですが、浅田さんとの結婚6年後の1983年6月には、森下愛子さんとの深夜デートがスクープ。すると、吉田さんは週刊誌の直撃取材に対し、愛子ちゃんは好きだよ。でも、好きがないんだよな。先のことはわからないね。と、悪びれもせず、語っています。また、浅田さんも、マスコミの取材に対し、拓郎は昔から愛子さんのファン。一緒にお酒が飲めて楽しいんじゃないのかな。と、あっけらかんと答え、吉田さんの不倫疑惑を否定していたのですが、同年10月には、突然テレビドラマで芸能界に復帰。そこでやはり吉田さんと森下さんの不倫により夫婦が離婚危機にあると思われたのですが、それでも浅田さんは森下さんのことも主人から聞いていましたから全然心配していません、浮気性はあの人の癖ですからすんないんです、悪いことしてても憎めないんですよね、と吉田さんの浮気は認めつつも離婚は否定します。ただ、やはり1984年8月には離婚。吉田さんは離婚記者会見を開くと、離婚しないで済む方法はないかと真剣に話し合った。子供を作ったらということも考えたが、いい家もあるし、いい女房もいる。不満はないはずなのに、結局わがままなんですよ。家庭に収まるには自分は若造すぎる。最近いい曲も書けんし、物作りするには家庭があってはいかんと思った。これからお互い自由に気兼ねなく会いたい。離婚した後はいい曲が書けそうだ。と、語ったのでした。ちなみに、吉田さんは、後に、美代子には一生困らない程度の慰謝料をあげた。離婚するときに全財産やっちゃって、次へ行く。それは、力っこいいことじゃないんだよ。それは自分のためなんだ。自分を守るために全財産あげると。それを半々にしちゃったら自分が情けない。全部あげて申し訳ありませんでした、と。とりあえずアポロジャイズ。許しを請うんだよ。離婚では俺もいっぱい勉強させてもらったよ。と、全財産を浅田さんに渡したことを明かしています。さておき、気になる離婚に至った原因ですが、森下さん以外にも2つの説があるようです。まず、1つ目は、吉田さんが明石家さんまさんに、あいつとはさ、最初の1年は楽しかったんだよ。でもね、2年目からはさ、頭がおかしくなりそうになったんだよ。その気持ち、さんまちゃんならわかるよね。と、漏らしていたことがあったのだそうです。というのも、浅田さんは、離婚後の1992年、さんまさんのバラエティ番組、さんまのからくりテレビに、レギュラー出演すると、そのぶっ飛んだ天然ぶりをさんまさんに、突っ込まれるやりとりが受け、大ブレイクを果たしているのですが、そんな浅田さんのキャラクターは演技ではなく、本当に素だそうで、
さんまさんが浅田さんの天然キャラを見出したと言われています。規則正しく日常生活を送り、綿密に計画を立てたり整理整頓が得意で几帳面な性格の吉田さんには、ぶっ飛んだ性格の浅田さんがまるで理解できず、日常的に天然ボケを繰り返す浅田さんに嫌気がさしていたというのです。もう一つは、吉田さんはコンサートツアーが終わって東京に帰ってきても、その足で仲間と銀座に飲みに行くなど、妻の浅田さんをほったらかしにし、自由気ままに行動していたそうで、自身の芸能界でのキャリアを諦め、華やかな芸能界を引退して主婦業に専念していた。まだ20代前半だった浅田さんには、一人ぼっちで寂しいだけではなく、そんな吉田さんへの不満が積もっていったというのです。実は、吉田さんは浅田さんと結婚後、森下さん以外にも幾度となく女性との噂が流れていたのですが、浅田さんとの離婚後、浅田さんのお父さんが、週刊誌の取材に対し、それまでにも離婚危機があったことを明かしています。1972年、26歳の時、歌手の四角恵子さんと結婚するも、1974年にはアイドル歌手の浅田美代子さんと知り合い、1975年には四角さんと離婚。1977年、浅田さんと結婚するも、1983年には女優の森下愛子さんとの交際がスクープされ、1984年には浅田さんとも離婚した吉田拓郎さんですが、森下さんはついに見つけたベストパートナーだったようです。吉田さんは1986年、40歳の時、女優の森下愛子さんと3度目の結婚をしているのですが、実は森下さんとは前妻浅田美代子さんと結婚3年目の時に、自身のラジオ番組に森下さんをゲストに呼んだことがきっかけで知り合ったそうで、吉田さんの下心が見え見えのオファーだったのか、森下さんは周囲から気をつけるように忠告され、親友の武田香織さんと一緒にゲスト出演したそうです。また、吉田さんも森下さんを安心させるため、スタジオには友人でシンガーソングライターの小室仁さんを同席させたそうです。そんな状況か、さすがにこの時は、吉田さんと森下さんの仲は進展しなかったそうですが、森下さんによると、それから2年後、偶然、美容院で吉田さんに再会し、吉田さんから、今レコーディングやってるんで見に来ませんか?と誘われたそうで、森下さんはその時のことを、普通なら絶対に行きませんが、当時はお互い寂しい時期だったようで、つい行っちゃったんです。それがきっかけで会うようになりましたが、友達のような関係の時期が長くて、と明かしています。最後に吉田拓郎さんの現在の様子をご紹介しましょう。吉田拓郎さんは結構病気などをしてるんですよね。吉田拓郎は2003年に肺癌を患い、肺の3分の1を切除する手術を経験しました。その後しばらくは癌の再発もなく安定した音楽生活を送っていましたが、2014年に喉に白板症という異物が見つかり、手術で異物を取り除きました。この異物を調べたところ、癌が発見され、再びの闘病生活を余儀なくされたのです。喉に癌を患った吉田拓郎は放射線治療を行い、2ヶ月間毎日病院に通い治療を受ける日々が始まりました。病気のせいで喉は常に痛みを感じ、歌手のショー売り道具でもある声は出せず、食事も喉を通らない苦痛の日々を過ごしたといいます。2009年には慢性気管支炎の悪化で約2週間の自宅療養を行い、その後、2014年に癌も再発されています。この時は放射線治療をして復活しますが、喉の癌ってことで歌手を諦めかけていたそうです。
しかし奥様の森下愛子さんの献身的な看病もあり復活できたんですね。2017年、2018年はコンサートもありませんでしたが、闘病生活していたのがわかります。今でもラジオを週1で続けていますが、それもどれぐらいかはわかりませんね。しかし、コンサートは来年2021年夏をもって、すべてのコンサート活動を終了するということです。もうステージには立たないという決心をしているということ。寂しいですが、年齢的には仕方ないのかもしれません。来年のコンサートはぜひ、コンサートホール満員入れると良いですけどね。吉田拓郎さんの有終の美を見届けたいです。現在、吉田拓郎は目立ったメディア露出がなく、テレビ番組にはあまり姿を現しません。2003年に肺がんを患い、その後手術を受けるために一時活動休止したことや、2009年の全国ツアーを慢性気管支炎で中止したこと、さらに2014年に喉にがんを患ったことなどが重なり、メディア出演現象も相まって死去説や不法の噂が浮上するようになりました。しかし前述した通り、吉田拓郎は現在病気を克服して今も音楽活動を続けています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。